今回は COVID-19 についてね、ちょっと私の問い合わせをさせていただきます。この問い合わせは誰に向けてなのか全く分かりません。ただね、この度、今日退院の予定ではあるんですけども、ある国会議員の方がですね、COVID-19 に感染していると思われている人との接触がない中で、現在ね、COVID-19 にかかって陽性になりまして、長い間入院をされていたんですよね。予定では今日明日あたりに退院するんじゃないかなというふうに考えているんですけども、まあもしかしたらちょっと長引くかもしれません。ここで言いたいのはですね、問いかけたいのが、もしかしたらね、これね、何がしかの方法で故意に感染させられた恐れがあるんですよ。まあ、例えば COVID-19 の感染した布切れかなんかはね、ちょっと体に触れられたとか、それからそういったものが付着している食品なり飲料ですね、飲み物、こういうのを提供されたとか、この国会議員の方の、まあ、記憶ではですね、繁華街に行った覚えもないし、特に慎重に活動していたということだったです。まあ、予算委員会などでも、まあ、隙のない方だなというふうに私も思ってましたんで、この方はね、感染することはないだろうなというふうな気はしているんですよ。今でもそうですね。で、いろんな問題に対してかなり切り込んで、結構ね、目立つ方だったんですよ。血気盛んでですね。で、まあ、映画にもなったみたいな形ですごい勢いのある方だったんですけども、それこそ国民目線で戦ってくださる方だなと私は思っていたんですけども、まさかね、この方がピンポイントでそういったことになるとはね、つゆ思わずに、そして周りにいた方は、まあ、感染はなかったということなんで、この人一人だけなんですよね。これなんかちょっと気持ち悪いものを感じて、何かね、意図的にこの方の業務を妨害する、そういうふうな目的を持って感染をさせたのではないかな、そして、いわゆるね、国会の場から隔離したのではないかなとさえ思ってるんですよ。ちょっとまあ、SF みたいな話になっちゃって荒唐無稽だと思いますけども、まあね、これからもしかしたらこういうふうな特定の人に対して何がしかの細菌なりウイルスを付着させる、注入させる、感染させるみたいなね、こんな恐ろしいことが起きないとも限りませんね、これは。で、これが知名度になり得るばかりか、その方との接触を積極的にしようという方がね、いなくなる、要するに孤立を余儀なくされるわけなんですよ。これは結構きついですね、これがもし実行されると。まあ、今回がそうだというわけではないんですけども、まあ、何がしかのね、それを匂わせるようなね、不気味な投書、コメント、メッセージが私のところにも YouTube をやっている関係上寄せられましたんで、まあ、単なるね、空想上の作り話だと思うんで、まあ、特定の名前とか詳しいことはちょっとここではお話ししませんけども、何か思い当たることがありましたらね、お気づきの方お寄せいただければと思います。何を言ってるのか分かんないと思いますけども、分かる方が、その中から分かる方がメッセージをいただければなと思ってますので、ほとんどの方には多分通り過ぎるだけの何の動画か分かんないみたいなことになると思いますのでね、ご容赦いただけたらと思います。とにかくね、今とんでもないことが起きますよ。まず安倍総理、そして麻生財務大臣、これ2人揃ってね、なんか急展開を迎えるような気がします。で、捜査もかなりね、本来の捜査機関と、それから利権ぐるみの職業としての捜査機関とっていうのの対立とかね、報道の NHK、 そしてその他の民放との対立ということも、 NHK は多分ね、なくなってしまうんじゃないかなというふうな気がします。ここ2年3年くらいで NHK というものが分社されるか、まあ、もしくはなくなるか、で、公共放送もしくは国営放送というものが新たにね、総務省を中心に樹立されるのか、国の放送を YouTube なりインターネット放送を軸として新しく構築されるんじゃないかなという気もしますね。そして菅総理なんですけども、菅総理は何かね、今まで長い間政治の場を見てきて、上り詰めた時にやってやろうと思うことが多々あるんじゃないかなと思うんですよね。で、今そのための準備ができて、そして何も知らない野党がわけのわかんないことを突っ込んでいて、全く無駄なことをね、やっているような部分もありますけども、ただ自民党内でも菅総理の
意向を組んでる方がしっかりと地盤固めをしてくださったりとかね、なんかとてつもないことが起きそうですね。とてつもないことが起きますよ。2020年は混乱の時代、2021年は再構築、まさに国家のリストラの時代ではないかなと思うんですよ。まあ、私たちはね、きっとその瞬間を目の当たりにしてるんじゃないかなと。中には振り落とされてそこで旅を終えてしまう方もいると思います。苦しい戦いになると思いますけども、ただこの嵐が過ぎ去った後には今まで見たことがないようなね、暮らしやすい黄金文明が待ってるんじゃないかなという気もするんですよね。まあ、ちょっと今日はねこの辺までしかお伝えできませんけども、なんかボソボソっという独り言レベルでね動画の方終了させていただきます。それではまた元通りの動画をお楽しみください。失礼します。